どうも、夏実ちゃんに。クククー。屋台は行ったことないんです、実は。初めて。なんかみんな福岡の人は屋台行ってるってイメージがあるから、どこが美味しいって聞かれるけど、行ったことない。じゃあ今回ね、これで詳しくなってください。はい、楽しみ。ここが屋台の駐車場みたいな感じですかね。すごいいっぱいある。10台ぐらい止めてます。今1台出てるけどね。あっちにも3、4台あるから、こっから出発するのかな。これはだいたい何時ぐらいから、5時から。え、公園に入れるのが5時から。ここでだいたい何台ぐらいあるの。13台止まってるのかな。13台。これ中洲の屋台が出るんですね。もうここは中洲の屋台ばっかり。多分素人の方が持ったのが持ち上がれ、こうちょっと持ったら分かると思うんですが、上がらないと思うんですよ。あ、絶対上がんないこれ。でも自分たち、自分たちはこう、あ、すごい。あれなんですけど、夜も終わったらここにみんなしまいに来られる。朝ですね。ね。え、朝何時まで屋台って開いてるんですか。遅いとこで3時。なんですけど、これ直す時間が決まってまして、福岡市の場合だいたい朝4時までにはもう直し終えとかなくちゃいけないんで、2時半ぐらいがマックスじゃないかなと思うんですよね。片付けとかがあるんで。え、片付けも結構時間ありますよね。いや、そうですね、屋台の経営者の方がこうバタバタと道具を直し込んで、で自分たちがまたこのロープをしに来て、でまたバイクに乗って帰る。その作業を4時までに終えとかないといけない。なるほどですね。時間も決まってるんですね。そうなんですよ。皆さんは、はい、その屋台の方ではないですか。屋台じゃないです。あくまでも引き屋です。あ、屋台 あの、まあ、運び屋さんっていう。そうです、そうです。ここのお店の人、はいから依頼を受けて引っ張ってるんですよ。持って行って持って帰るだけ。一回引き渡しが終わりってなって。そうです、そうです。で夜また待機してるんですか。一回帰ってまた3時前かな、3時前に集合して、それからまたバイク乗って大変な時とかありますか。天気とか。天気が悪いじゃないですか、ね、やっぱ雨降りとかしどしですよね。カッパ着て、やっぱ真冬は寒いし、夏は暑いって感じですかね。スピード勝負みたいな感じ。もう基本5時きっかりに公園に入って、みんなやっぱバタバタして1分1秒でも早く広げたいはずなんで、だから今だからみんな待機してる。お店の方は向こうで。多分荷物クーラーボックス下ろしたり、屋台来るのを待ちですね。ある程度準備をして、屋台が入ってくるのを待ってるっていう。そうです、そうです。はい、天神博多、うん、屋台って何軒ぐらいですか。30軒ぐらい。30軒。100軒以上ある。あ、そんなに。100軒以上ある。え、中洲だけ全部合わせて。天神と博多。そんなあるんだ。今日はそれをね、たくさん見てまいります。はい。
楽しみ楽しみ。そんなあるんだ、知らんやった。こんな感じで、ね、どんどん出ていきます。すごいですね、すごい、どんどん準備が始まってます。中洲10番中洲10番さんです。水上公園寄りに来ました。どうですか最近？最近めちゃくちゃ多くなりましたね。あの10月からの海外の人結構増えてきたんで、コロナ前よりも忙しくなりました。ここはラーメンが、そうですね、ラーメンですね、有名ですね。焼きラーメンなんですね。そうですね、なんか皆さんなんか焼きラーメン食べますね。すごい上手にこれ。ね、一人一人？はい。いつも前3、4人いましたよね。そうですね、最近は一人で。一人で？はい。そうですか。ゆっくりやってます。電話何番か。
そこだ、今イルミネーションしてるの。出会い橋。あれがね、ともちゃん。ともちゃん。じゃあ天神の屋台。大将がめちゃくちゃ親切。うん、なんか笑顔が素敵。笑顔がね、すごくいい。うん、履いてみようかなと思ったけど、うん、今日ちょっとオープンが少し遅いらしくて、あ、おうおう、お待ちなんですけど、すごいね、綺麗です。なんか綺麗ですね。うん、こんな屋台あるよね。なんかシューマイ、茶碗蒸しって書いてある。うん、四角い。あとね、10分ぐらいしたら開くらしいんで、あとで来ましょう。はい。ワミちゃん。鹿児島屋台ロッキーですね。どうぞ2名様、空いてますよ。鹿児島の名物料理を置いてます。うん、薩摩揚げきびなご、あと黒豚のあご肉焼きってのが美味しいんです。空いてます？空いてます。いや、開けてました。開けてました。逆に開けてました。初めて。ただ明太子本来スペインとかに行ったらめんどくさいんですよ。鹿児島です。久しぶり。本当は久しぶりだけど、やったことに。はい。なあの久しぶりだけど、生は出てませんよ。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、ありました。はい。屋台はこんな風に隣になった人と一緒に話したり、乾杯したり。あ、乾杯もそうなんだ。そうね。そうなんさっき教えてもらった。うん、決まった。2名様よかったらおでんとかもこちらにメニューございますので、よかったらどうぞ。はい、このあご焼きがおすすめだそうです。肉焼き、ね、はい、あご肉焼き。もう一個はさつま揚げを頼みました。うん、そうだね、さつま揚げ。うん、ありがとうございます。うん、よく来られるんですか。週に来てるって、さっきいっぱい情報聞きました。いつもは注文するものしか決まってらっしゃる。あご肉。そう、このおすすめのあご肉焼きがもやしがいっぱい入ってるからヘルシーって教えてもらいました。女性にはいいよって教えてもらいました。さつま揚げでございます。はい、おー、来ました。じゃーん、つま揚げ来ました。揚げたてですよ、揚げたて。うん、めっちゃ美味しそう。ちょっと和風のあれですね、こういうところが。そうね、いただきます。まだつけてない熱々のさつま揚げ。初めての屋台ですね。初めて。じゃあこのまま。うん、あく、あおかかい。あ、おいしい。めっちゃおいしい。おいしい。うん、なんかそう思ったら意外と揚げたてのさつま揚げ食べたことないかも。
確かにね、うん、なんか温めたやつは食べたことあるけど、はいはいはい、揚げたてはないかも。惣菜とかね、使う方がいいですね。どんな野菜がいいのか、まあ、どうせさんも生おかわり野菜じゃないと、そこまで動かさないけどね。あ、そう、学校長に今日はよろしくお願いします。腹が持ったりね、一人から お父さん、お前みたいに煽らないからね。思っただけだから金曜日行って、どうしやすいんだから。焼き色に変わって、めちゃめちゃ美味しいのか。うまみが出てもな。笑うだらまっこういう人になるんだよね。これがうちの人気商品です。これを撮影用にするから4番です。はい、行きますよ。アゴ肉焼きでございます。トップから行きますね。ステーキ焼きたの、わー、すげーだなと思って。これ、大と小があって小頼んだんですよ、うん、結構大きくないですか、うん、ボリュームがね、うん、そうね、こめかみ部分だって。じゃあ、出たほうがいいかな。いただきます。熱い。うん、美味しい。美味しい。どんな味？どんな味ですか？すごいね。聞いてどんな味って言わしちゃうところね。これなんて言ってないんだろう、食感が。ホルモンみたいな。いや、思ったより柔らかい。うん、そうね、うん、柔らかいですかね。野菜炒めでもなくてね、うん、ちょうどこの肉が柔らかくてね、肉が柔らかい、うん、なんか見た目ズリっぽい感じの食感想像してたんですけど、柔らかいですね。柔らかい、うん、で一緒にもやしと食べるとちょうどマッチしてるね、うん、最初鶏と思ったら豚だった、うん、ご一緒させてもらってありがとうございます。ええ、もう全然私は。いろいろお話聞けました。うん、ね、よかったね。うん。ごちそうさまでした。また行きます。皆さんは福岡の方ですか？はい。あ、地元の方ですか？はい。九州場所の帰りです。あ、九州場所の、はい、そっかそっか、はい、行ってきました。はい。ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。じゃーん、頼んだのが一押しの屋台名物焼きラーメン、焼きラーメンね、となんか中華もあるって言ってたので餃子頼んでみました。はい、楽しみね。ね、楽しみ。結構メニューいっぱいありますよ、中華料理。レバニラとかニラ玉とか麻婆豆腐もある。麻婆豆腐屋台にあるってすごくないですか。さっき中華鍋ありましたよね。ラーメンのさ、イメージがあったでしょ。うん、ラーメン、豚骨ラーメンだけ、ラーメンと焼き鳥とおでんだけだったけど、はいろいろあるの、意外といっぱいあって、ね、面白い。革ジャンでするんですね。いや、バイクが好きで、あ、まあ、そういうことですか。午前中遊んでそのまま仕事に来るとか。昨日はサッカー大好きなんですよ。サボりました。お店サボったんですか。はい、面白かったね。そう、休みの日はね、大体走ってますよ、どっかの時に。もともと、こっちの人じゃないんですよ。
福岡に遊びに来てて屋台がもう大好きすぎて、はい、通ってたんですよ、はい、休みのたびに福岡に遊びに来て、はい、ただ知り合いの大将がそんなに好きなのやってみろよって言われて、それでやるようになったんですよ、ね、もうこっち移住してきちゃいました。すごいですね。だから俺まだ九州がそんなに走ってないから毎日楽しいんですよ。あ、確かに大事でね、はいはい、趣味がね。どうですか、九州福岡で仕事お店やるっていうのは。最高ですね、やってよかったです。どこで行きますか。あ、いいね、かわいい。おじいちゃん迷子見つかりました。ありがとうございます。11月末ですね。焼きそばみたいな感じなのかなと思って全然違くて。なんかもちもちした感じ、うん、でも麺細麺でラーメンの麺、うん、って感じ。入れなかったです。美味しそう。入れる。いただきます。うまっ。すごい、皮めっちゃパリパリだけど上のとこがもちもちしてて肉汁すごい。具がぎっしり、うん、プリプリやね。おいしい。つまり天一森さんは夏美ちゃんのもね、おすすめですね。女子ありがとうございます。すごい。出身はどっちなんですか。出身はね、東京なんです。あ、東京。はい、はい、いらっしゃい、どうぞ。入ってるよ。じゃあごちそうさまでした、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。すごい混んじゃったらどうしよう。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ナスの。ナスの大人？ナスの大八さん。大八大人じゃなかった。大八さんです。まあ、天神の方に向かってます。パルコとか三越の方に歩いてます。かわちゃん。すごい、ここラーメン500円とかでしてますよ。いっぱいあるでしょ。なんか今までこの辺歩いてたはずなのに、なんか全然気づいてなかったかも。天神の渡辺通り。はい、ね、初めての屋台の楽しい。なんか、あ、意外と女性一人でも行けるなってすごい印象。なかなかね、女性一人でってすごいハードル高いイメージだったんですけど、お店の人も優しいし、なんか大体なんか常連さんがいるんだなっていうのが分かったから、常連さんとお店の人でこうすごいいいお店の雰囲気作りされてて、なんか全然一人でもあ、おいでおいでみたいな、ウェルカムウェルカムみたいな感じだから、あ、また行きたいなってすごい思える、あのさっきの2店のお店だったなと思います。メインストリート屋台の中はあったかかった。そう、屋台の中あったかかったからコート脱いでて全然ちょうどよかったけど、今めっちゃ寒い、うん、なんだろう、あそこは。あ、ラーメンとかもつ鍋、うん、こんばんは。こんばんは。どうもどうも。ご無沙汰します。ご無沙汰します。どうもどうも。どうですか、最近の屋台。最近そうですね、だいぶ人も入ってきてですね、あとはまあ海外の方も結構来られてますし、だいぶ賑やかにはなってきたのかなとは思います。ジャンボコロッケ。ジャンボコロッケ食べたい。ジャンボコロッケね、土曜日ない、ね、そうそう、土曜日しか作らんのよ、作るのめんどくさいから。ここはね、人気です。今日もこちらが多分県外の、奥は全部常連さんですね。はい、あの辺は多分コメントなんかくれますよ。はい、コメントも地元の飲食の方やったりとか、デザイナーの方でやったりとか、ちょっと話を、はい、
じゃあ夏美ちゃんちょっと話を。はい。すみません。もう嘘でいいけん褒めて。今日初めていろんな屋台を見て回って、はい。なるほど。今ここ3軒目です。ここです。あ、ここですか。よく来られるんですか。ここぐらいです。素晴らしい。最初そうか。やっぱ好き。これぜひお願いします。僕の同級生の彼が、はい、まずやってる。これ430っていう。ああブランドの仲間内のブランドです。ってことはどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あれから二軒隣行ってきた。そうなんです。そうなんです。まさかここでお会いできるとは。大阪から今ね。はいはい、かまた向こう行ったら会うかもしれない。そうですね。またお会いできるのは楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、こういう出会いがあるんですね。そうそう、意外とみんなこうはしごしたりして、うん、会ったりするんです。どうもありがとうございます。これね、ちょうどね、渡辺通りから南の方に天神南っていうところに来てますね。来てます。この先に有名な屋台があるんですけど、うん、何かしてますか。ルミさんち。そうです。それはもう有名。ルミさんがね、いるといいけどね。いるといいな。はい、ルミさんち今着きます。こんにちは。ちょっとレミさんち今さんち並んでますね。うん、すごい。この辺りもね、こっちは私来たことない。来たことないです。実はあるんですよ。へ、うん、新吉さん。ここら辺も意外とあるんですね。うん、ラーメンとか餃子とかね、一人とかも。うん、中洲の方は結構こうざわざわしてたけど、うん、天神南とかなってくると、うん、割とすっきりしてるから、ね、かね、うん、でこう道もほら、うん、広いから、広いからね、意外と穴場かも、うん、そうそうそう。3回目です。3回目です。ありがとうございます。もともとレミさん家に行こうかって考えてたんですか。そうそう、さっき行くとき通って行って。あ、そうです。最初通って行ってんけど、こっちまで並んでて、すごく並んでたので他のお店に行ったんですけど。大人気なんですよ。で、ね、端っこまで行って、はい、で帰ってこようか。あ、そうなんですか。また朝チャレンジします。はい、ぜひぜひ。はい、はい、ではありがとうございます。またありがとうございます。気をつけて。はい、こんばんは。もしよかったら、はい、はい、並び時間の間にどうぞご覧くださいませ。わかりました。メニューいただきました。アヒージョ美味しそう。おすすめ。はい、もしよかったら ここからやっぱちよー。いらっしゃいませ。ボンスワー、ようこそ。ボンスワー、ようこそ。いただきます。乾杯しよう。ちょっと待って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 待っとき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 。フランスに乾杯よ。ソーテーソーテー、みんなで乾杯。ソーテー乾杯。ソーテー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 おうおうおう、すごいじゃないですか。やっぱりマナペチー、マナペチー、召し上がれのこと。プリアンクになったらやっぱり早いですけどね。見ちゃって、ナッシーからもずっと勉強なんですよ。ユミさんの一種は、そう、最初食べるの、美味しかった。めっちゃ美味しい。日本の日が、
はい、お待たせしました、カタツムリ。あ、違う、エスカゴー。そっちの方高いよ。面白い話聞いてます。いや本当に有意義な時間を過ごさせていただいて。いや、お互いにお肉みたい、お肉みたい、お肉みたい、美味しい、美味しい。Merci. Merci. 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 m なのに元気ね。はい、じゃあこれで出しますけど、もう会計こっちね。ありがとう。東京だから。嬉しいわ。どこからですか？群馬です。群馬、海がないとこかわいそうだからね。だから無理がいね。また作るかな。カタツモリモリ。はい、パタ飲んだ。パーパーパパパパパパパ。もう一回できる。パーパーパパ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 。寂しい時。バー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 で、どこの美人ですか？鹿児島？大阪。大阪美人。でも静かね。静かね。東京、おしゃれね。マドモアゼル、どこから？ベトナム。ベトナムから。わ、遠いね、ベトナム。遠い。で、どこから？海のある茨城。茨城。みんないいけど、もとといはフランス、フランス。ララ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 ラ。負けない。はい、ニョッキ頼んだ人。はい、あいつもそろそろ元気ね。ニョッキキー、ニョッキキチー、ニョッキ。あ、ここは何人ですか？決めてない。でも並んでるからね。ありがとう。お魚の人なのにね。はい、いらっしゃい。運動ストレス、あれあれあれ、運動ストレス、あれあれあれ。愛知県か。愛知県です。名古屋か。初めて名古屋に来ました。初めて来ました。名古屋の方。はい、ありがとうございます。はい、乾杯。ありがとう、愛知県から。ひばりきゃから、ありがとう。ありがとうございます。キスただよ。青青そう、ただみんなでキス。寂しそう。卒業旅行で福岡に。福岡に。めちゃくちゃいい子じゃないですか。選んでくれてありがとうございます。あ、地元の。僕らも地元です。そうなの。全然地元ですね。もう歩いて帰るくらい。食べる場所がいっぱいあって困りますね。逆になんか行きたいとかだったって。なんか福岡の府は太るの府。私もね、体細まれたけど心とお腹博多。もつ鍋、明太子、いかげそう。熱いよ。あ、お皿一枚いいですか？一枚でいいじゃない。あ、一枚だけでいい。はい。また。いろいろ野菜とチーズたっぷり。本当に熱い、気をつけて。はい。うわ、美味しそう。ウィー。値段同じでいいんで、ちっちゃくできます。No。人あげたら屋台はさ、一期一会だから。で、何食べたかったらこの人まかないで。大丈夫。
ドリモのコンフィドリモのコンフィ頼んだ人、はいはいはい、あはい、しばらきに弱いな朝はもう絶対喋る、電話食う時ももしもしマジ朝声がないいつまでしばらくにおん20あもう今月帰るあまあ、マジでかからんって言うよりも。